今日はブルックリンの人気エリア、ウィリアムズバーグのご紹介です。こちらは L トレインのベッドフォードアベニュー駅周辺の様子です。駅はベッドフォードアベニューとノースセブンスストリートにあります。では、ベッドフォードアベニュー沿いを少し歩いてみたいと思います。こちらのベッドフォードアベニュー沿いには、レストランやバーなどのお店が多く立ち並んでおります。このウィリアムズバーグはマンハッタン内のエリアのように栄えております。オーガニックフードのスーパーマーケット、ホールフーズもあります。こちらはアップルストア。ベッドフォードアベニューからワンブロック川の方に歩いてきました。こちらはベリーストリートになります。こちらはブルーボトルコーヒー。また川の方へ歩いてみたいと思います。元はウェアハウスだったこちらの建物、現在はアパートメントビルディングになっております。こちらも元はウェアハウスでしたが、現在は高級コンドミニアムとなっております。このような新築の高級アパートも多く立ち並んでおります。こちらはイーストリバーになりまして、奥に見えるのはマンハッタンになります。NYC フェリーの乗り場もありまして、マンハッタンからフェリーで来ることも可能です。川の横の通り、ケントアベニューに戻ってきました。こちらはイーストリバーステートパーク。このワイズアベニューとノーステンスストリートの周辺には人気のホテルが立ち並んでおります。こちらはウィリアムズバーグホテル。こちらはワイズホテル。こちらはウィリアムベールというホテルです。また最初のベッドフォードアベニュー沿いに戻ってきました。
ノースサイドからサウスサイドの方に入ってきましたが、このまままっすぐ行くとウィリアムズバーグブリッジが見えてきます。